こんにちは、速稼塾の久保です。松潤さん、今回は松山千春さんの曲を送っていただきました。まあ、松潤さんの松と松山千春さんの松とが重なっているところがありますね。そしてとっても素敵な歌声でした。聞かせていただいて私思い出したことがあるんですけども、それはね、エレクトーンですごくね目立っているアスカさんっていうプレイヤーがいるんですよ。この方は確かね、高校生の頃から自分のエレクトーンをこうやってね動画でアップロードしだして、そしてまあなんかね、こう可愛らしい子なんですよね。で、いろんなね有名な曲、銀河鉄道39とかルパン三世とか西部警察とかブラブラブラっと弾きながら、で今社会人としてだったと思いますけども、その演奏元にね、いろんなミュージシャン活動をしているというふうに聞きます。いや、すごいなと思うのが、まあもちろん上手ではあるんですよ。上手ではあるんですけども、きちんとね、こうパフォーマンスを気にしてるってところですかね。いつもどのように見えるのか、どこを見せるのかっていうことを心がけていると言いますかね。もちろん見た目もとってもいい感じですしね、とても素敵な笑顔ですしね、礼儀正しくって細かいところまで行き届いていると思います。で、その上でね、やっぱ寮をやってるんですよね。ものすごい数やってますね。これ高校生の頃から大人顔負けっていうかね、音楽を自分の持ち分にしてる人でもここまでできないだろうみたいなぐらいやってるんですよ。それは彼女が自分が何者でもないってことを意識してるから、プロの人に食い込もうと思ったらプロの人以上にやらないといけないってことをきちんと分かってるんでしょうね、きっとね。まあどっかでね、聞いたんですけども、この方はエレクトーンを取ったら私には何もないと、だから唯一のエレクトーンで手を抜くわけにはいかないみたいなことをね、どっかで聞いたんですよ。これ別の人のコメントだったかもしれませんけども、いやでもね、確かにそうだなと思うんですよ。だってこの道で行こうとする人がその道に手を抜いていたりとか、その道で他の人の方がやれていたりとかすると、俺は突き抜けることできないんじゃないですかね。だからね、すごくね、その方の演奏、まだ20歳前後だと思いますけども、このね、20歳前後の短い人生でもうことを成してるっていうのは本当凄まじいなと思いますよね。これは彼女が天才だったからってわけではないと思うんですよ。とりあえず好きな音楽を数限りなくこなしていったっていうところがスキルアップにもなるし、あと信用にもなるんですよね。私がね、そのアスカさんの動画を見て音楽聴いてる時に、この曲ないかなと思って探した動画って大抵あるんですよ。これすごいですよね。何曲アップロードしてるんだみたいなね。まあ、ですんで、私もね思うわけなんですよね。あらゆる問い合わせに答えれる自分でいたいなと、それが次の信頼を生むかなと思ってるんですよね。ピアノの弾き語りを聞かせていただきながら、本当にね、いろんなことを思い出していました。これ本当にね、 BGM っていうのはいろんなことを考えるのにとってもいいですね。ということでね、また多くの方の思考のマインド、こういったものをね支えるための音楽の表現っていうのもあるかもしれません。まあ、松潤さんはね、松潤さんのお気持ちでされてると思いますけども、受け取る方としてはさまざまな解釈をするところで、私の解釈としては、考え事をするのにいいなと思いましたね。この度はありがとうございました。それでは引き続きまた動画の方を送ってください。失礼します。